おはようございます、今日は、ブロンズ尺八の五つ穴、一尺八寸の五つ穴と、やっぱりブロンズの一尺八寸ですけれども、これはドレミで吹ける七つ穴です。まだ、未公開というか、まだ発表になっておりませんが、今回このちょっとしたデザインで、仕上がりましたので、ちょっとまあ音だけでも聞いてもらおうと思って出してます。で、これは、その次に、考案しているメッキ、ドブ付けでなくてメッキで、メッキとまではいかんのですけれども、薄くそのいう合金、いろんな、ま、アルミ、それか真鍮、それか錫、いろんなものを混ぜて、とりあえず薄くコーティングをして、ちょっと違う色っていうか変わった色ね、まあ例えばあのチタン色とか、まあ変わった色、まあ、こういう茶系の色にちょっと薄くコーティングして、で磨きをかけたという。これね、もともともう古い古い、あの銅管が、まあ黒なのとった分をね、とりあえず落として、それで2時間かな、2時間ほど紀元さんで、そのドブ漬けの筒に紀元さんを入れて、電極、とりあえず12ボルトだからボワーって湧きましたけど、ね、それでちょっと金属コーティング、ちょっとこれ見本ですね。これ何ちゅう、歌口を作る時に使う台座、この作ったやつで、こうやっていたら傷ついたりしますので、これは台座にして、ここ持ってこうやって削ってます。機械にかけて歌口を作る時の締め込みして台座に使うやつを、とりあえず実験的にこういう風な金属コーティングして、ちょっと色を変えて、銅管っていうか、銅管がもう色が変わらんように、触っても変わらないような状態になるかということで実験です。だからメッキや大層なことでなしに、とにかく色は変わらない、そのいう触れた感じが、まあ銅管はね、妙にこう触ると銅臭いっていうかね、金属の分がなかなか残るんですけれどもね。でそれをなんかこうちょっとコーティングを、メッキ、金属じゃ塗料でやったんがこれで、次に考えてるのがこれっていうことで、ここは置いてますけど、これの音ね、今回ドブ付けでね、こういう模様、前の3本、今売り出しています3本の分はこういう風なレースの模様っていうか、不思議とな、どういうわけでできたっていうのがわからんね、金粉をドブ付けの上に浮かしたらできたということで、どうしたらできるかっていうことを、もう二度とできんかなと思ったけれども、磨いて磨いてきれいにして、これぐらいのピカピカにしてから、要は塗料がトロッとするな、流れ落ちが早いぐらいの磨き分にして、金粉を大量に浮かして、これダマになったらあかんよね、ダマにならないようにしてピカピカにすれば、これができましたね、だからもう容量がもう分かったので、こういう風な塗装をしたい場合についてはもう考えてますので、またできると思いますね。だから試験的にこれね、いっぺん前の分を落としたんです。サンダーっていうかね、ブラシのサンダーにかけてね、全部じゃーっと落とした、ね、途端にならになる、中お色ってならになるなら、ちょっと理屈に私も納得するんけどね、表を落として、だからこの辺りに付着
指のあたり、こういうあたりに付着している分が、それまた肝心のあたりのこのあたりに付着している塗料も関係してるんかなっていうことで、まあさすが塗装してからね、ちょっと何がいいんですよ、うん、だからこういう関係かなと思って、一遍落としたらならなくなって、もう一遍こうやってきちっとすればまた綺麗な音をしましたね。でこれもね、やっぱりきちっとこうすり鉢状の中にこう落とし込んでね、やらんと、機械できますね。だから、尺八ではありませんっていうけれども、尺八、新たなる尺八として開発していますので。尺八と同じようにやはりこう吹き方によったらきちっと低音が出るし、吹き方によったら高音も出ると。だからメリカリも顎を中心にすれば出るということで、尺八ではありませんって言おうけれども、尺八を研究してますので、尺八に追いつけ追い越せ、という形で、要はとりあえず希少超ウルトラマウスピースチューン、ここね、マウスピースチューン初めてこしらえたという希少ですけれどもね、やはり、昔からのこの穴と感じのあたりと歌口のこのずっとこうここから 7センチぐらいまでは、あの内径が 20.5 とかね、20とかね、口が 20.5 とか、この奥が暗房とかいうのをきちっと尺八通りにせんとなかなか鳴るものではないと。ただこれは同管ですので、そこから以降は全部内径ストントンですね。本当はここに、抱き節という細くなっているところねがいるんです。この第一穴のデコ穴のちょい下あたりに、一番すぼんだところ、15ミリぐらいの内径差がいるんですけれどもね、これいらないですね。で出ますね、うん、ということで、同管ですので大量生産でできます。で竹探しに行かんでいいし、ね、あれ材料は市販のものばっかりで大量生産でます。で尺八に追いつけ追い越せ、一緒に、要はやっていきませんかということで、まあ吹き方もいろいろ探っていかないかんので、まあとりあえず尺八じゃって言ったら怒る人がおったので、尺八ではありませんが尺八を目標に作ってます。で、いろんな音が出ます。この上五型の口が、なんでかやったらこの中で口の角度がいろいろ変えれるし、顎の角度も変えれるし、横に振りもできます。できんからであのダメでしょって言うた人もおるんやけど、この中でかえって自在にここを上五型にしてゴバッとこうしたもんだから、でもちろんこのここの吹きの中のはやっぱり尺八と同然に 20.5 ですね。でそこから奥に7センチ下りまでが20っていう分は守ってますからね。でそれで音がきちっと出ます。尺八の音が出ます。でWe'll be right back.
ピーターとあります。で、とりあえず尺八で今回こういう風な柄の色を後で見せますけれども、こういうレース状の レース編んだような、金粉か下地、いやこれは金粉じゃない、やっぱりな、金の分がやっと人間の力ではできないような自然な迷彩な、もう細かい縮図の模様が出てきます。で、次は七つ穴で、歌口は一緒です。超ウルトラマウスピース、これ希少歌口、王冠形容削りと希少顎に合わせた希少削り、ここを施した、まあこっちもみんなそうやけれどもね、超ウルトラマウスピース希少歌口、これで、7つ穴ですね、1,2,3,4,5 の分に、この半分、こっからこの間隔の半分をここ下に、ここの半分の寸法をここに持ってきたと。ところがまっすぐ並べると出ない音がね、手横にちょっとずらしたと、押さえる時に手のこういった小指、要は小指で押さえようとしたので、やっぱり横がいいなということで、あとは押さえやすいようにということでしたんですけれども、やはりこれも同じ大きさではなりませんでしたので、試行錯誤でこういう大きさになったと。一番小さいと一番大きいと、あとこう普通の分が3つ並んだと、あとこれよりは小さいと、だけどこれよりは大きいというのが第5穴か、ね、で6穴がこの真ん中、この真ん中なんですけれども、ね、このこれとこれの半分かと言うたら、またこれも語弊があって半分に分けて吹いたんですけれどもね、半音低いんですよ、うん、で、仕方がなくちょぼりちょぼりちょぼりとこう計算というか実際に鳴らしてみながらいたのが4ミリ上がりぐらい、半分のまだ4ミリ上がりぐらいがちょうどええということで、これに決まったということの逸話ですね。だから、簡単に一人にここまでの穴が開いたということはないんですよ。でこれやって、ここに開けたもんやからこれが鳴らなくなったと。で鳴らすにはやっぱりそれだけの分の音が抜けないかんということで、徐々に徐々に大きくなってここ止まりと。これが11よりちょっとまた大きいんですね。だから手作りなんですよ、全てが。ガーッと開けたんじゃないんですよ。だからこれでやっと鳴り出したということで、ここまで塗装したと。まあちょっとこう何かこうインパクトないかということで、今度こうまあ入ったらな、青いやつをちょっと入れたと、ポイントにね。で金粉ポンと巻いたというだけです。でここも金粉、ポイントに金粉ポンと巻いたと。まあ塗って乾く前に金粉巻いたというやけど、これがなかなか巻けれんはい。でこれが音、
やっぱりね、同じように作っても一本ずつやっぱり、歌口も手作りですので、ドブ付けも一本ずつつけてますのでね、同じ音にはなかなか、まあまあほぼ似てるんですけれども、同じ音っていうか、完璧に一緒チームがなかなかできんのですね。で、まあ手作りですね。はい。こっちが鳴りやすいね。やっぱりあの同じように作ってもちょっとこう、もうな、同じようにはなるにはなるけれども、お、感じとして鳴らしやすいとか、こういうのがちょっとやっぱりね、差が出てくると。でもジャズでも民謡でも、要はあの楽譜、五線譜の楽譜があれば吹けると言うて、もう尺八ではありませんっていうことで、要は楽器、尺八から出た楽器として、まあ、例えば世界の各地 の、まあ、例えばロシアの片田舎でロシア民謡が地元の人で、その五線譜さえの五線譜さえあれば吹けると、楽譜さえあれば吹けるというふうな楽器に作ったというので、こっちは本当に尺八ではありませんということで、楽器を作りましたが、尺八のような音で楽器ができたということですね。で、尺八奏でられます、こっちもね。で、同じ口ですので、同じ穴、基本の穴は5つ穴に2つプラスしただけであって、それを除けば尺八ですね。要は尺八、だけ新たなる尺八に挑むから来てますので、今日ここまで来ましたのでね、要は、こちらは尺八を目標に5つ穴で来てますから、尺八に追いつけ追い越せということで、尺八を超越したいんですが、要は何分あの尺八はできてからの吹くのも、吹き方っていうか、あのいろんな吹き方が、カリアのメリジャのいうのは300年かけてできた分やから、で、私はまだまだできたほやほやで、まだも赤子同然なので、で、尺八を語るのは、まあ、おこがましいということで、尺八ではありませんが、この口から言って尺八ではありませんけれど、尺八の音を出そうとしています。尺八に、追いつけ追い越せという形で研究して、結果、今日までに、こういうふうな音が出る歌口を考案したと。いうことで、尺八と同じような音が出ます、でも尺八ではありませんということで、言っておきます。で、今後もこういうふうにね、同感をメッキっていう形で、要はサビンようにしたり、長持ちするようにコーティング色を変えたりする、コーティングいろいろ試行錯誤して作っておりますので、まだまだ研究、どんどん研究していかないかんところです。こっち側が今かな、こっちが金がバッとついとるけん、はい、この柄、
この柄がなかなかできなんだんです。どこ行ったこれ。この柄がなかなかできなんだんです。要はこちらの柄ね、これ。これも非常にこうね、繊細なね、自然にできた柄なんで、同じ二度と同じものがないと。これもずっと漬け込んでいって、うちに上げたり下げたり、金粉をもう一度添付したりしながら、それもダマにならんように、ダマにしたらそのまままるで、なんていうかな、粒の状態で引っ付いてしまうと、非常に難しいんです。はい、これをできれば大量に安くしていきたいんです。皆さんのお手元に届くには大量に安くして使ってもらいたいので、尺八に似た音が出ます。尺八を超越したいということです。で、口がいろんな格好に変わりますので、口笛のような吹き方、前はイーで、吹いてましたけど、これがウーで吹けれる感じもあるし、まあ、口笛で吹くんであればウーですね。で、今までの尺八はイーで吹ける。で、これの特徴は、この上根型の王冠削りの中でいろんな形の口ができて、要は音色もそれで変わってくるから、その人の力量によって音が変わるということです。練習には持ってこいですよ。よろしく。